安倍派5人衆の一人萩生田光一前政調会長が会見し政治不信を招いたと謝罪しました21日夜に行われた岸田文雄総理大臣と麻生太郎副総裁の会談について改めて何が話し合われたのかをジャーナリストの後藤健次さんに聞きました日本酒を飲みながら派閥解散お詫び 後藤さんは、は、21日夜の会談は麻生副総裁が振り上げたた、拳を下ろすす。セレモニーだったと言いますまず派閥の解散をめぐっては11日に自民党の政治刷新本部が初会合を開きました今週25日に中間的取りまとめを行う方針で政治資金パーティーや人事での推薦の禁止などが盛り込まれる方向です その取りまとめの前18日に岸田総理が発表したのが岸田派の解散ですただ岸田総理は岸田派の解散を麻生副総裁に事前に報告をしていなかったそうですそして21日の晩岸田総理と麻生副総裁が会談しました後藤さんはこの2時間の会談は日本酒を飲みながら行われたと言います 会談は岸田総理が好きな日本酒を飲みながら行われたそうで、後藤さんによりますと、まず岸田総理が連絡しないで、派閥解散したことに関して、麻生副総裁にお詫びした、そうです。それに対して麻生副総裁は、しょうがないという雰囲気だったそうです。 なんで勝手に決めたんだと麻生副総裁は怒っているのかと思ったのですが、そういった雰囲気ではなかったようです。後藤さんは、岸田総理は、そこも含めて予想していたのではないかと分析をしています。二人の間にある、同門意識、麻生副総裁はかつて、元岸田派の公地会に属していました。 そのため同門意識というのが2人の間にはあるそうで、後藤さんは、岸田総理は、派閥の解散を表明した時点で、麻生副総裁であれば許してくれるだろうと考えていたのではと話します。そして後藤さんは、そもそも本当に怒っていたら、この会食自体が成立していないんじゃないかと言い、あったということ自体が、麻生副総裁が岸田総理を許していることの表れだと指摘します。 麻生副総裁が会談で出した注文また麻生副総裁にとってもこの会談には意味があります岸田総理が自分に頭を下げたという事実が非常に重要でつまりこの会食は麻生副総裁が振り上げた拳を下ろすいわばセレモニーお互いの落としどころがある程度分かっていた会食だったのですただしこの会談で麻生副総裁は 岸田総理にある注文を出しています麻生副総裁は今回の問題はあくまで収支報告書の不記載が悪いのであって派閥は悪くないと説明していてそのことだけは改めて説明をするように岸田総理に求めたそうです麻生副総裁が派閥にこだわる理由どうしてそこまで麻生副総裁は派閥という形にこだわるのでしょうか 後藤さんによりますと麻生副総裁は派閥への思い入れが非常に強いのだそうです今の麻生派執公会は2017年に麻生副総裁自ら旗揚げした派閥今や安倍派に次ぐ第2派閥にまで勢力を拡大しています麻生副総裁としては自分で築き上げた派閥なので思い入れも強く所属している後輩も守らなければと考え 派閥を残したいのではないかと、後藤さんは分析しています。麻生は、追い詰められる可能性もただ、安倍派、岸田派、二階派は相次いで解散を決めています。麻生派は生き残れるのでしょうか。今6つの派閥がありますが、現在は安倍派、岸田派、二階派の3派閥が解散を表明していて、模擬派、森山派、麻生派の3派閥は解散表明をしていません。 現在は均衡した状況ですが、今後の鍵を握るのが模擬派と森山派です。模擬派と森山派は、現在は派閥解散には慎重姿勢ですが、この2派が解散を表明すれば、麻生派だけが派閥を存続するという話になります。後藤さんはそうなると麻生派だけが残るという構図は考えづらく、結果的には解散に追い込まれる可能性もあると分析しています。 世論が派閥の解散を支持すれば罰の悪い状況になるため麻生派は追い詰められます後藤さん派閥解散は目くらまし後藤さんは派閥の解散に話が行っていることに関して目くらましに使っていると指摘していますそして後藤さんは今回起きた不正の実態というのを国民の前にさらしてこれを開示してこそ次のステップに進めると話していました 以下はネットユーザーの反応をまとめたものですジャーナリストによっては岸田首相と麻生氏との間の関係が険悪になり政権のバランスが崩れるという意見とこの記事のように岸田首相と麻生氏との間では手打ちが行われて関係は悪化しないという対立する見方があるようだしかし注意しなければならないのは派閥の解散にしても 首相と他の実力者との間の関係の話にしても、これは自民党の中だけの話だ。このところ、自民党内部ばかりの行動を注視しすぎている嫌いがなくもない、結局は自民党の党内の身内の話であるもちろん与党、自民党も重要だが、これから始まる通常国会では、国会に存在するのは自民党だけではない。 他党からの政治とのの問題の厳しい指摘にも注意を払う必要がある自民党と異なる価値観を持つ野党がどういった改革案を提示するか自民党内の身内の政治刷新本部の議論だけではなく外部の野党の指摘にこそ耳を傾けるべきかもしれない日本って不思議ですね。 外国から導入されたマイナンバー制度は有無を言わさず導入したりするのに、政治資金関連は一切改革しない。イギリスでは領収書など収支は1円単位でやるという。じゃあ日本でも、と思うのですが、政治家はこぞってそれを嫌がる。不思議な国です。国政に関するさまざまな意見を取りまとめ集約するのが国会議員の仕事の一つだろう。 派閥はその領収のご意向が色濃く反映されるシステムでこの30年で実証されたように国政においては国民無視の政治になる権限を集中させたポストや人物を作ろうとするのがそもそも間違いなのである国政においては何事においても権力の集中を回避する制度や仕組みが必要なんだろう自民党の裏金問題と派閥政治について 萩生田光一氏の謝罪や岸田総理と麻生副総裁の会談内容を見る限り、自民党の体質は変わらないといえる、これは民主主義への挑戦だ、政治家たちは国民をないがしろにして、自分たちの権力や利益を守ることしか考えていない、裏金問題は許されるべきでないし、こんな態度は民主主義の根幹を揺るがす。 政治の世界は変わるべきだが現状を見ると自民党にその意思はないように見える論点ずらしを止めてくれ派閥の解散が不正を排除することにつながるとは思わない派閥の解散ではなく不正したやつの厳罰不正を起こさせない体制の方が重要なんで派閥の解散でどうなるの 領収書は1円単位で必要なのは民間では当たり前不正はアウト、追徴に懲役もある政治家のみなぜか5年の猶予があり5年前の不正も修正すれば OK なんて国民が許容すると思うのか連座制でしか国会議員を処罰できないならやってくれ自浄作用がないから自分らを利するための法律を構築してほしいところだが自民では無理ですね